しみの波動でこの世を支配するのだ。世界はこのエリスの意のままとなるのだ。暴れろ暴れろ、人間どもを我がしもべとするのだ。そうはさせません。邪神エリス、地上は人間たちのものです。神であっても決して自由にしていいものではありません。黙れアテナ。人間など愚かで愚劣で自ら滅びに向かう生き物だ。どうしようと神の自由ではないか。者ども、やれ。待て、我らアテナを守護せっせいんと、盾座のヤン、タダンクロスのクレイジと、バジッタのマヤ、ライラのオルフェウス、そしてオリオン星座のジャガー。邪神エリス、我らの女神に指一本触れさせはしない。己かかれ。アテナ、よくもやってくれたな。エリス、あなたをこの黄金のリンゴに封印します。何？黄金のリンゴよ、地上を去れ、水星レパルスに乗り地球を回り続けるのだ。おのれアテナ、この恨み決して忘れるものか。わらわは必ず復活する。そして必ず貴様に復讐してやる。覚えてやれ。沙織さん、沙織お嬢さん、はあ、どこだ。お嬢様、沙織お嬢様、どちらですか。沙織さん、お嬢様。まったくせえや。今日のお前は沙織お嬢様のボディーガード役だろうが、見失ってどうする。そんなこと言ったって、沙織お嬢さん勝手にズンズン言っちまう。言い訳をするな。せえや、もっとしっかりせえや。ごめんなさいは。ごめん。ごめんなさいは。ごめんなさい。セイント舐めたら。飽きまへんで。いいか、沙織お嬢様はな、我がグラード財団の総裁、そして地上を守る戦いの女神アテナの化身だって言うんだろ。分かってるんなら早く探せ。はいはい。はいは一回でいい。はい。よろしい。あれ、これマジ。ハゲ。この野郎、まったくもう。ここにいる者たちにお願いがある。私はグラード財団の執事、辰巳徳丸という者だ。現在我が主木戸沙織様行方不明につき、ここに非常事態を宣言する。もしお嬢様が一人でいることが世間に知れ渡ると、その身に危険が迫る恐れがある。よってここにいる者たちは全員今すぐ携帯電話の電源を切ってもらいたい。ツイッターで沙織お嬢様失踪なうとつぶやかれたらたまらんからな。すでに切ったというものも今一度確認してくれ。さあさあ、よろしい、私も一緒にやろう。まず携帯電話を取り出す。そして電源を切っていないものは電源をオフにする。すでに切ったというものは指差し確認だ。その際電源よーしと言ってくれ。いくぞ、せーの、電源よーし。ありがとう、みんな大好き。あ、それと写真撮影、動画撮影、録音等は一切禁止とする。もし守れなかった者がいた場合、その者にはしょうがない。お仕置きでいいじゃん。お前誰と話してんだよ。誰でもいいだろう。そんなことよりも
沙織お嬢さんもいらっしゃったのか。それがまだ見つからないんだよ。見つからないじゃないだろう、早く探せ。分かったよ、もう沙織お嬢さん。何をやっとるんだ。ごめん、ごめんな。売り物の花が。申し訳ない。これは全て私がいただこう。本当ですか。小切手でいいか。小切手。ああ、じゃあカード。カード、わかった、後で現金で払おう。ありがとうございます。やったラッキー。私今月金運最高なんですって。占いって結構当たるもんですね。へえ。ところで、はいはい、この辺りで紫色の長い髪の美しい女性を見かけなかったか。紫色の長い髪の美しい女性、さあ見かけませんでしたけど、どなたです。非常に高貴なお方だ。地上の平和を守る戦いの女神、アテナの化身なのだ。地上の平和、なんかアテナっていうよりハテナって感じ。本当のことさ、俺たちはアテナを守るセイントなんだ。セメント。違う。ほら、いいか、アテナというのはその昔神々がこの地上を支配していた頃、地上を守っていた女神なんだ。そしてセイントというのは武器を持たず、その肉体だけでアテナを守護した戦士たちのことさ。ああ、わかりました。漫画かアニメの話ですね。すいません、私リア充なんでそういうのよくわからないです。さよなら。なんだなんだよそれも。辰巳、なんとか言って。私もわかりません、リア充なんで。ふざけんなよ。辰巳聖夜、何をしているのです。お嬢様。沙織さん、どちらにいらしたんですか。心配しましたぞ。探し物をしていました。探し物。はい、そして見つけました。あなた、お名前は。エリーですけど。エリー、この人やはりそうだわ。数日前から感じていた不安、間違いない。どうかなさいました。いいえ、エリーさん、私のところで働きませんか。え、お嬢様、何を。この子は悪しき者に狙われています。私たちで守護しなければなりません。そのためには身近に置いておくことが最良だと思うのです。それは一体。悪しき者、こんな能天気娘が。お嬢様の言葉は絶対だ。痛い気持ちをドーン。おい娘。はい。当家ではお嬢様の身の回りの世話をする者を所望しておる。当家でメイドとして働く気はないか。メイド。条件は3食昼寝まかない付き。もう一声。3時のおやつは千匹屋のデザート選び放題だ。オーケー、それで手を打ちましょう。よし、では早速屋敷に戻るぞ。屋敷まではダッシュだ。オーケー、行くぞ。ダッシュ。なんでダッシュ。あ、ちょっと待って、私足遅いんですけど。メイドにはな、体力も必要なんだ。本当ですか。あ、待って、道わからない。エリーさん、なんとまがまがしき星のもとに生まれたことか。これで守ることができればいいのだけど、しかし星の巡りはこれから起きる悲劇を予言している。田の字はたくましい、辰巳の津の字は強い、辰巳の実の字はみかん。なんだみかんって、なんだみかんって。自分で言ってて恥ずかしい。それもこれもみんなあの娘のせいだ。は？掃除を頼んだのに道具ほったらかしにしてどこに行った、まったく。それにしてもあの娘が悪しき者にか。あんな天然ボケ娘が。お待たせしました。いや、このお屋敷広いですね。私迷子になっちゃいました。あ、今日からここがお前の仕事場だ。ちゃんと把握しておけよ。はい。で、なんで猫耳。にゃ、お嫌いですか。にゃ、そら好きか嫌いかで言ったら好きだ。にゃん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 。やめろ、仕事中だ。黙れミカン。あ、聞いてたのかお前。いいから掃除をしろ。おお、ニンニン。ささささささ、そこにいるのは気づいているわ。出てらっしゃい。ふざけてないで掃除しろ。さささささ、避けるな。さささささ、雑巾を取れ。さささささ、もうお前ふざけるな。おお、スパン。やられた。
りませんぞ。早くもう散らかしてどうする。拾え拾え。黙れみかん。みかんじゃない。みかんのくせに生意気だぞ。そんなにみかんが食いたいんだったらな、ちゃんと掃除しろ。掃除が終わったら千匹屋だ。やったー。よーし、じゃあ張り切ってお掃除しましょう。すべてをきれいに、あ、お掃除しましょ。ほこりもゴミも片付けて、机にテーブル、本棚、チェスト、みんなピカピカ、チビみたい。あ、なんだかとっても気持ちいい。掃除だ掃除。こいつもあいつもホコリでいっぱい。とにかくクリーンにするんだぞ。もちろんお任せ。何でもピッカピカ。なんといっても私は綺麗好き。うわ、お掃除しましょう。メイドのお仕事、お掃除しましょう。猫耳しっぽは誰の趣味？壺に人形を、絵画にカット、全部ピカピカ、蜘蛛の巣って、あー、やっぱりとっても気持ちいい。あら、あの扉は。ちょっと待った。せいやさん、あの部屋に入っちゃダメだ。どうして。どうしてって、あの部屋には大切なものがあるんだ。大切なもの。あ、見たい。ダメ。見たい。ダメだよ。見たい。ダメだ。セクハラ。いや、セクハラとかしないよ。だってセイントだもん。っていうか、その前に13歳だもん俺。あ、沙織さん。沙織さん、ほんとセクハラしないで。ああ、開けちまった。なにあれ、すっごい綺麗。そして神々しく光ってる。あれはいて座のゴールドクロスだよ、お嬢さん。シリュウ。いや、シュン。お前たち帰ってきたのか。あ、セイヤ。相変わらず女性の扱いが下手だな。ヒョウガ。あなたたちは。俺はキグナスヒョウガ。俺はドラゴンシリュー。僕はアンドロメダシュン。そしてお嬢さん、うん、そのクロスはサジタリアスのゴールドクロスだ。サジタリアス。そう、サジタリアスは最高位のゴールドセイント。そして赤ん坊として降臨されたアテナ、つまりサオリお嬢さんも悪しき者から救ったんだ。僕たちはサジタリアスからアテナを託されたのさ。少年たちよ、君たちにアテナを託す。さあ君、ここは聖夜が言う通り普通の人が近づいてはいけない場所だ。向こうでお茶でも飲まないか。はい、皆さん聖夜さんのお友達ですか。友達か、それでもいいけど、もっと親密な仲間だね。仲間。あ、ということは皆さんもセメントなんですね。聖夜、お前俺たちがいない間にどんな話をしていたの。違う、俺はちゃんと話したよ。もうだからセメントじゃなくてセイントだって言ってんだろ。うん、ごめんなさい。シリュウ、ヒョウガ、シュン、戻ったのですね。沙織さん。ただいま戻りました。長く屋敷を留守にして申し訳ありません。いいのですよ、こうして戻ってきてくれれば。エリーさん。はい。皆さんにお茶の用意をお願いします。はい、かしこまりました。まもなく災いのほうき星が空をよぎる。何としてもエリーさんを守らなければ。沙織さん、何か心配事でも。いいえ、何でもありません。
参りましょう。せや、一輝兄さんから何か連絡は？いや、何もないぜ。そう。心配するなって。一輝は絶対生きてるから。うん。兄さん、一体今どこにいるんだろう。どこにいるの兄さん。この世でたった二人の兄弟、一緒にいたいのにいつも離れ離れ、心に穴が開いてるみたい。俺はここだ弟、この世でたった二人の兄弟、一緒にいなくてもいつもつながってる、心にお前感じているぞ。兄弟、離れていても心重なる、離れていても思いは一つ。アテナ、ニクラシアアテ。しかし今こそわらわの復活の時は来た。感じる、感じるのだ。わらわと同じ運命の星座を持ち、わらわのよりしろとなる者の気配。わらわは長い間この時を待っていた。水星レパルスが軌道を変え地球に向かったのが何よりの証拠。今宵わらわは復活する。おのれ結界か。アテナめ姑息な真似。しかし無駄だ。わらわと我がよりしろエリートの星座の共鳴はそんなもので遮ることはできん。さあおいで我がよりしろエリーよ。どうして私こんなところに。エリー、わらわと同じ星座を持ち、わらわの復活の生贄となる宿命の星のもとに生まれし娘よ。あなたは。我はエリス、邪神エリス。アテナに復讐せし者。リンゴをつかむがいい、つかむがいい。今こそ我の復活の時、今こそ我の復讐の時。貴様に阻むことはできない。
はそのために生まれていた。わらわをこの世によみがえらせるために。そんな嫌です。誰か助けて。お待ちなさい。かつて地上に戦乱をもたらした災いの女神エリス、地上を守る者としてあなたを復活させるわけにはいきません。サオリお嬢様。アテナ、己、わらわを封印し者よ、憎い、お前が憎い。だがわらわの復活は星の導きにより定められている。今度は貴様がわらわの手によって黄泉の世界に落ち、もがき苦しむのだ。今こそ復活の時。黄泉の世界に戻りなさい。黄泉の世界に戻らない。嫌よ嫌よ、私消えたくない。我はエリス、災いの女神アテナ。わらわをこの黄金のリンゴに封印した者よ、貴様に復讐するために黄泉の世界から戻ってきたぞ。己はっ。だがまだ殺さぬ。お前にはもっと深い苦しみと悲しみを与えてやるのだ。待て、この無礼者、お嬢様から離れろ。この辰巳徳丸、お嬢様をお守りせれ。たわいもない。さあアテナ、我が神殿にご招待しよう。沙織お嬢さん、どこです。沙織さん、沙織さん、こんな夜中に屋敷を抜け出すなんて。辰巳さん、辰巳、辰巳、おい、辰巳ですか。おい、辰巳、辰巳さん、お前どうしたんだよ。起きろ。辰巳、辰巳、おい、沙織お嬢さんはどこ行ったんだよ。まあ待て、聖夜。気づいた、辰巳。アテナを守護する信徒たち、我はエリス、アテナを恨む者だ。エリス、前に我が老師から聞いたことがある。かつてアテナに反旗を翻し戦いを挑んだが、破れて黄金のリンゴに封印されたという邪神。それが封印が解き蘇ったっていうの。そうだ、わらわは我が世にしろエリーの肉体を使って蘇った。エリーちゃんの、私は辰巳。お嬢様、お嬢様、落ち着け。聞け、セイントたち、もしお前たちがアテナを助けたいなら、我が神殿に来い。我が神殿ってどこにあるんだ。彗星レパルスがお前たちを導くであろう。彗星レパルス。彗星レパルスの導きにより、わらわは黄金のリンゴからよみがえる。そしてこの世を邪悪と憎しみの波動で支配するのだ。そんなことさせるもんか。沙織さんを、アテナを絶対に助け出すんだ。みんな、行くぞ。おい、
ここはわらわの神殿、そしてお前の墓場となるところだ。エリス、エリーさんはどうしたのです？あの娘はわらわの復活の生贄となるために生まれてきたのよ。どうしようとわらわの自由だ。いいえ、たとえ女神といえども自分の野望のために罪もない人を巻き込むことは許されません。わらわに説教しようというのか。人のことより自分の心配をしたらどうだ、アテナ。貴様はこのエリスに滅ぼされる運命にあるのだぞ。さあどうでしょう。私のことなら私のセイントたちが必ず守ってくれるはずです。そう言うと思ったわ。貴様のセイントたちにはすでにここに来るように伝えてある。もっともここまでたどり着ければだけどね。何を考えているのです？お前の愛するセイントたちがお前の目の前で野垂れ死にする様を見せてやろうと思ってね。その時こそお前のその微笑みは恐怖と絶望に凍りつくのさ。いでよゴーストセイントたちよ。お前をはじめ人々に忘れられ見捨てられしかわいそうな魂たちだ。その恨みを晴らすためわらわの家臣となったのよ。そんな、アテナ、お久しゅうございます。しかし今我らの心にあるのは憎しみだけ。今こそこの思い晴らさせていただく。だがそれを全て書く。
皆アテナの戦意として名のある者たち、なぜエリスなどに組みするのです。お黙り。エリス様、アテナのざれ事に構うよりすることがあるはず。そうであった。アテナ、もう一ついいことを教えてやろう。わらわが完全に復活するためには、この黄金のリンゴでお前のみずみずしい精液を吸い取る必要があるのだよ。つまりお前の死と引き換えに、わらわはこの地上のすべてを手に入れるのだ。今日の日が沈むとき、すべての決着がつく。この黄金のリンゴを抱きながら死への旅路を十分に楽しむがいい。アテナ、お前は自らの聖器を奪われながら、自分のセイントたちがわらわのゴーストセイントたちに倒される様を見るのだ。そしてもがき苦しみながらあの世に行くのだ。それが我が復讐。貴様が絶望の奈落に落ちる様を見ることがわらわの望みだ。いいえ、私は信じます。私のセイントたちが必ず私を助けに来てくれると。沙織さん、待っててくれ。今俺たちが行くぜ。弱の蘇りし時、人々の悲鳴が大地を染める。その時降臨する戦いの女神アテナ、我らそれを守護する聖衣。この胸に熱く燃える情熱、からのコスモを燃やせば起きる奇跡。拳で空を切り裂き、蹴り出た位置引き裂く。星々に導かれ、僕たちは戦う。何度倒されても俺たちは蘇る。夜空にきらめく星座は我らの定めの証。ファンタジーを超えてコスモの爆発、奇跡呼ぶ。チャルド・マロ、エリスの波動に光りと蘇った闇の者たちだ。俺たちを邪魔する気か。やめて、僕は無駄な戦いはしたくないんだ。行くぞ。おい、この胸に熱く感じる魂、コスモ絶対に諦めなければ起きる奇跡。拳で敵を切り裂き、蹴りで邪悪引き裂く。友を超えある限り僕たちは戦う。何の地に伏しても俺たちは蘇る。夜明けに輝く星座は我らの未来の証。ドリームを超えてコスモの光が明日照らす。この先どんな罠が仕掛けてあるかわからん。ああ、分かれて進んだ方が良さそうだ。この中の誰かたどり着いた者が沙織さんを助け出すんだ。みんな気をつけてね。おう。こんな時一輝兄さんがいてくれれば。
体神殿はどこにあるんだ。なんだこの邪悪なコスモは。待っていたぞペガサス。誰だお前は。俺か。お前もセイントの端くれなら聞いたことがあろう。狙った獲物は絶対に外さぬ必殺の矢を持つ死の狩人、サジッタのマヤの名をな。サジッタのマヤ。待っていたぞアテナのセイント。俺はハンター、お前は獲物、必ずお前を捕らえてみせる。ふざけるなよエリスのセイント。俺の使命お前を倒す、必ずアテナを助けてみせる。奇跡を描く構えから放たれる音速の剣、音速の俺の動き、ハンティンガローエキスプレス、高速の拳から矢が放たれる、ハンティンガローエキスプレス。よくかわした。だがこれならどうかな。何これは。これは残像だ。俺は高速で動くことにより残像を見せることができる。しかもただ見せるだけではないぞ、おのおの攻撃することもできるのだ。さあ行くぞ。高速と高速スピード勝負、俺はペガサス剣をかける。狩人、貴様は獲物、戦いの果て勝者はどっちだ、どっちだ、どっちだ。いいぞ、これぞ戦いだ。何？ペガサス覚えておけ。俺たちセイントは戦いこそが生きがい、戦いの中でしか生きられない。だからこそ俺はエリスに生き返らせてもらった。ふざけるな。セイントは戦うために生きるんじゃない、ハテノ、そしてトモ、仲間を守るために戦うんだ。受けてみろ流星剣、お前だけは無視はしない、セイントの生きる意味間違えている。高速の俺の動き、お前ならばあるはずだな。セイントの生きる意味、それは戦い。高速と高速スピード勝負、俺はペガサス剣をかける。俺は狩人、貴様は獲物、戦いの果て勝者はどっちだ、どっちだ、どっちだ。くらえ、ペガサス流星剣、ハンティングアローエキスプレス。仲間のために戦う、そうだ、忘れていた。おい、沙織さんはどこだ。エリスは何を企んでいる。聞いても無駄か。はっ、あっ、いつの間に、こんなもの。
なことを忘れていた。しかしもう遅い。ペガサス、それを最後に思い出させてくれたところ感謝する。しかしそれは俺の必殺の矢だ。その矢には、そこにいるのは分かっているぞ。出てこい。さすがはキガヤス。お前は、オイラの名は南十字星、サザンキロスのクライストだ。バカな、クライストといえばかつてアテナのために戦って死んだセイントの英雄。おお、オイラたちはエリスによってよみがえったゴーストセイントだ。まさかエリスに魂を売ったというのか。問答無用。キグナス、貴様とは一度会ってみたかったぜ。サザンクロスといえば南の大十字と呼ばれる星座。そう、北の大十字、白鳥座とついような星座だ。だから試してみたかったのだ。どちらが強い顔だ。北と南、交わることのない二つの星座、二人の思いが交差する。北の十字ホワイトスワン、南の十字サザンクロス、夜空を支配するのはどっちだ。受けてみろ。全てを凍らせる霊気、ダイヤモンドダスト。お返しだ。全てを灰にする炎をサザンクロスファイヤ程度に霊気を抑えておいたんだ。何？ああ、話してもらおうか。沙織さんはどこにいる？エリスはどこだ？そしてお前に仲間はいるのか？失敗したな、キグナス。何？オイラは何も答えない。いや、お前を倒せば答える必要もないぜ。サタンクロスファイヤー、キグナス。北と南、交わることのない二つの星座、二人の
思いが交差する。北の十字ホワイトスワン、南の十字サザンクロス、夜空を支配するのはどっちだ。受けてみろ、全てを凍らせる霊気ダイヤモンドダスト。無駄なこと、一度見た技なら二度と全員とには通じない。くらえ我が奥義、クライストサンダーボルト、オーロラサンダーだ。バカな、おいらが勝ったはず。いや、そうじゃない、相打ちだ。ヒョウが アテナ、見るがいい。お前の頼りのセイントたちはこうして一人また一人と倒されてゆくのだ。エリス様、エリス様、お助けを。嫌だ、俺はもう死にたくない。あの暗く冷たい暗黒の黄泉の世界には戻りたくない。クライスト、エリス様、なぜ。目障りだ、捨てろ。なんてことを。あの者はあなたに助けを求めたのですよ。あの者は戦いに負けた、わらわには弱き者は必要ない。そんな、そんなことよりも見よ、お前のセイントたちの姿を。シュン、シリュウ、サレヤ、私は祈ります、平和な世界、争いのない世界、愛が満ちる人の心に夢が溢れる時が頭がフラフラする、視界が歪む、どうしたんだ。ペガサス、お前が倒したマヤの矢には毒が塗ってあったのさ。何人も助かることのできない必殺の毒がね。セイヤ、thank you.
間もなく日が沈む。さすればアテナは死に、わらわは完全に復活する。地上は闇の世界に包まれるのだ。覚えていらっしゃいますか。エリスの反乱の後、新たな戦乱の知らせが入り、私に石膏をお命じになられた時のこと。じゃが、それは私に死ねというに等しい命令。しかしあなたは躊躇することなくお命じになられた。それはそれがアテナの真の姿よ。セイントたちは皆自分の駒、戦いの果てにのたれ死、その屍が獣たちについばまれようと、自らはサンクチュアリの神殿の外に出ることもない。それは違います。何が違うというのだ。現に今もお前のセイントたちはお前のために血を流し、次々と倒れていく。それは全てアテナ、貴様のせいなのだ。その通りです。何？私は一人でこの地上を守っているわけではない。多くの仲間と多くのセイントたちの血と汗と命のおかげです。私は常にそのことを忘れたことはない。いつも犠牲になった者たちが安らかであることを願っているのです。黙れ。そのような切れ事誰が信じるものか。神といえどこの地上に生を持つ者にそのような心の持ち主などいるはずないわ。エリス様、あれよ。サオリさんをアテナを助け出すんだ。こんなところで倒れてる場合じゃない。せいや、しつこいやつだ。じゃが他の者たちの動き監視を怠るな。せいや、サオリさん待っててくれ。俺が必ず、必ず助け出してみせる。氷河のコスモが消えた。聖夜のコスモも消えかけている。二人に一体何が。貴様がドラゴンだな。貴様はエリスによってよみがえったゴーストセイント、タテザノヤン。タテザノヤン、聞いたことがある。
かつて最強の盾で鉄壁の守りを誇り、その蹴り技は最強の矛となり、砕けぬものはないと言われた伝説のセイント。そうか、エリスは亡くなったセイントたちを蘇らせたのか。では望み通り、ドラゴン最強の剣を味わうがよい。はっ！最強の盾と最強の矛、二つがぶつかったとき何かが起きる。それは矛盾、矛盾、矛盾。俺の右腕か、ドラゴン最強の剣が。この世には矛盾が溢れてる。残るのは俺かお前か。砕けるのはお前か俺か。骨が砕けたか。今度はこちらから行くぞ。踊れ。無敵の盾と無敵の矛、二つが重なった時奇跡が起きる。それは矛盾、矛盾、矛盾。行くぞ、ボーグラス作れ。まさか盾までも。どうした、これが最強の盾と剣か。我が矛と盾の相手に全くならんではないか。この世には矛盾が満ちている。残るのは俺で決まりだ。砕けるのはお前で決まり。とどめだ、ボンカツ作れ。ドラゴン紫龍、噂ほどの男ではなかったな。これは負けるのか。もはや一輪の勝機もないのか。紫龍、立つのです。紫龍。沙織さん。紫龍、あなたはアテナのセイント。こんなところで負けてはいけないのです。必ずや勝って地上に平和を取り戻すのです。しかし我が剣と盾は共に砕け、俺にはもう戦う術は残されていない。残るは死あるのみ。諦めてはいけません。戦いの勝ち負けは技の勝敗ではないのです。あなたが負けたと思った時全てが終わるのです。絶対に諦めてはいけません。邪悪に勝つ術はあなたの心の中にあるのです。そうだ、あった。俺にはまだ俺の中の全コスモを爆発させるやつがあったぞ。だが今の俺の体は満身創痍。この状態であの技を使ったら俺の肉体は耐えきれないかもしれない。しかし、しかし俺はここで倒れるわけにはいかないのだ。盾座の刃よ、勝負はまだついていないぞ。ほう、まだ立ち上がるか。そんなに死にたいのか。死はもとより覚悟だが、ただでは死なん。受けてみろ、我が奥義、ロザン昇竜風。
昇竜派。それは我が最大奥義。完全燃焼したコスモが竜となり空を駆ける。ローザン昇竜派。それは我が魂の会。ロザンの大爆風も高巻逆流し虹を招く。聞け竜の起こりよ竜の勇士。今こそ俺は魂の全てをかける。くらえ、ロザン昇竜このやん最強の盾を砕くとは。しかしなんだこの心地よさは。負けたというのに俺はお前の力に感動している。これはまさしく矛盾だ。やった、みんな あとは頼んだぞ。地上を守るアテナの化身、絶対に助け出さなければ。あ、シリウのコスモが消えた。氷河に続いてシリウまでもが。これはなんて美しい曲なんだ。私の曲が気に入ってくれたようだね、アンドロメダ。どうして僕の名前を。あ、そのクロスは伝説の銀融詩人と呼ばれたセイント。そう、私はコトザライラのオルフェウス。この曲は君のためのレクイエムだ。なんだって。君に送るこの調べ死のレクイエ。この歌を聴いた者はみんな死に絶える。安らかに眠れ永遠の眠り。安らかに眠りたまえ、私のストリンガーレクイエムで。君に届くこの調べ、腕がしびれる、足が震え、君の体はもう動けない。これはどうやら僕を甘く見たみたいだね。僕のアンドロメダ座のクロスの防御本能は88星座1なんだ。そして2本のネビラチェーンの1つサークルチェーンの絶対防御は何人にも破れない。そしてもう1本の鎖スクエアチェーンの攻撃は何人も防ぐことができない。
甘い。君のクロスの防御力が強かろうと、我がストリンガーレクイエムを聞いた時点で君の負けは決まっていたんだ。君を縛るこの調べ、その面が霞む舌が痺れる、君の命は儚く消える。これで君も終わりだ、アンドロメダ。誰だ？フェニックス一騎。お前は大丈夫かシュ。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。当然だ、お前とはいつも心がつながってると言ってるだ。兄弟か、愚かなことを。余計な手出しをしなければ弟は楽に地獄に行けたものを。地獄だと、貴様に地獄の何がわかる。よくわかるさ、我らゴーストセイントにとって地獄は第二のふるさとだからね。ゴーストセイント、まさか貴様墓場から蘇った亡霊だとでも言うのか。亡霊などではない、エリスに忠誠を誓い新しい肉体を与えられたのだ。魂を邪悪の神に売ったというのか。かわいそうなやつよ。地獄の寒さも苦しみも知らぬ者は何を言う。受けてみろ、ストリンガーレクイエム。受けてみろ、ストリンガーレクイエム。セイントには一度見た技は二度と通用しない。ハハ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 。地獄の苦しみ味わうがより、地獄を見たのはお前だけじゃない。もの、フェニックス一騎、地獄から蘇る不死鳥。本人の強さが勝負を決める。地獄の苦しみが全てを決める。フェニックス最大奥義、宝翼転生。何？魂はセイントにとってコスモだ。汚れたコスモで俺たちは倒せん。汚れたコスモだぞ。そうか、いつしか我が調べは汚れていたのだな。兄さん、勝ったんだね兄さん。ああ、お前もよく頑張ったぞシュン。兄さん、アテナを、沙織さんをお願い。
シュン、シュン、しっかりしろ。シュン、シュン。お前がエリスか。沙織さん、聖夜、あの黄金のリンゴ。そう、わらわの化身である黄金のリンゴはアテナのみずみずしい精気を吸い取り、このエリスに放ってくれている。ご覧、間もなく日が沈む。さすればわらわは完全に復活する。死んでゆくアテナに代わってな。そんなことさせるもんか。ジャガ、我が名はジャガー、オリオン星座のジャガーだ。ペガサスのセイント。ジャガーといえばかつて最強のセイントと言われた男だが、今では争いの神エリスのただの薄汚い飼い犬ってわけか。ふん、所詮お前たちには死の暗黒の中で人知れず忘れ去られていく者の無念さなど分かるまい。分かるもんか。セイントの使命は沙織さんを、アテナを守ることのはず。俺は沙織さんを助けた。セイヤ、その傷マヤにやられたものだな。それがどうした。こんなもの痛くも痒くも。セイヤ、これはサジッタのマヤの放った必殺の矢には毒が塗ってあったのさ。お前はやがて五感のすべてを失う。そして耐え難い暗闇と無感覚の中でもがき苦しみ、地獄へ旅立つのだ。ならばその前にお前たちを倒し、沙織さんを助け出す。くらえ、ペガサス流星剣。はあ、何もはや間合いを見切ることすらできないか。ならばこちらから行くぞ。貴様、セイントの使命はアテナを守ることと言ったな。だが今の貴様はどうだ。俺にパンチを当てることすらできない。それでアテナを守れると思っているのか。もはやお前に正気はない。地獄の苦しみを味わえ。もはやお前に未来はない。悲しき絶望に沈め。俺はジャガー、かつて最強と言われた男。貴様のコスモなんか足元にも及ばん。お前にあるのは死だけ。お前にあるのは死だけ。今の貴様にアテナを名乗ることなどできない。自らの非力食いるがよの。
真の勇者、力なき者よ消え去るがよい。お前にあるのは無だけ、お前にあるのは無だけ。今の貴様にアテナを守ることまでできない。自らの非力嘆くがよジャガー。神話の時代、アテナを守りし者、この思い貴様にわかるか、わかるか、わかるか。蚊に刺されたほどにも感じぬわ、ペガサスのセイントよ。無駄です、アテナ。もはやこの者にあなたの声は届いていない。ジャガー、どこ行きやがった。逃げんな、俺と戦え。俺はお前を倒してサオリさんを助け出す。いったセイヤ。ペガサスはついに五感を失ったようだ。よかろう、わらわがとどめを刺してやるわ。お待ちください、アテナのセイントを倒すのは我らの使命。他の者に取られては我が流因が下がりません。よかろう、好きにするがよい。ありがとうございます。せめてもの情け、苦しまぬようにとどめを刺してやる。何をしておるのだ。じゃが、なぜ手負いのペガサスを倒せない。ペガサス。もはやアテナを救うという意志だけで動いている。なんという強い精神力。だがまだアテナを救うことはできん。うわあ。これで終わりだ。セイヤ！ミッキー！貴様！己フェニックス！ジャガ、フェニックスを倒せ！そこをどけ。俺は聖夜を助けに行く。そんなことはさせん。ならば無理やり通るまでだ。
こをどけ。なぜだ、なぜそこまでしてペガサスを助ける。仲間だからだ。仲間だと、たとえ仲間であろうと敗れ去った者に情けは無用。それが真の勇者であるセイントというものだ。己の魂を邪悪の神に売り渡し、戦うための戦いしか知らぬお前には分かるまい。俺たちは平和を愛するアテナと友のために戦う。無駄だ。そんなボロボロの体でたった一人で俺の相手になるものか。ならば四人だったらどうだ。お前たち、己生きていたのか。せいや、待っていろせいや、今助けに行くよ。貴様ら、うわーらー、うわーらミルが良い当てだ。お前を守るセイントたちの無様な姿、もはや貴様には何の希望もない。この世は我が手中、闇の世界災いと混乱に満ちた大地、死の悲しみに涙の海が赤く染まる絶望の世界、わらわは待ち続けてたリンゴの中で、たった一つの希望でさえも叩き潰す。どうだ、絶望のあまり声も出ないか。さぞかしお前もがっかりしたことだろうな。いいえ、セイントたちは必ず私を守ってくれると信じています。そして私もセイヤたちを必ず守ってみせます。この後に及んでまだそのようなことをやれ。私は信じている、愛の世界、遥かなる花園に夢が満ちる、人の心に平和が満ちる時が。おとなしく死んでいれば苦しまずに済んだもの。死ぬことなど簡単なことだ。だが俺は諦めん。そうだ、聖夜が戦っていたのに俺たちだけが寝ていられるものか。僕たちは最後まで聖夜と戦い抜くと誓い合ったんだ。聖夜は俺たちにとって希望だ。そうです、聖夜。アテナ、貴様までも。セイヤ、あなたは希望のセイント立ち上がるのです。さあセイヤ、立ち上がれ。諦めてはダメだセイヤ、僕たちも一緒に戦うよ。セイヤ、セイヤ、みんな希望、そして仲間たち、俺にははっきりとアテナの姿が見える。みんなの声が聞こえる。
ペガサスの五感は全て失われたはず。今の俺は確かに何も見えないし聞こえない、感じることもできない。だが仲間たちのコスモが俺を導いてくれる。どんなことがあろうと、この世に希望がある限り俺は戦う。俺は希望のセイント。今の俺のコスモは完全燃焼だ。セイント最高の栄誉であるゴールドクロスは宇宙創造にも匹敵する最高のコスモを持つ者だけに許される。伊手座のゴールドクロスは自らこの俺を選んだ。今の俺は五感をはるかに超えた最高のコスモを手に入れたんだ。みんなの声が聞こえた、みんなの想い感じた。燃え上がれ俺のコスモ、今こそ奇跡見せる時。おのれ、ペガサスのセイントがサジタリアスのゴールドクロスをまとうなどありえん。ペガサス、お前が本当にイテザのゴールドクロスを着るにふさわしいセイントかどうか、このジャガーが確かめてやる。おう、相手になるぜ。ライン、最高のコスモ、持つものだけに許される。奇跡のクロス、俺は希望のセイント、セイント、セイヤ。仲間の声が聞こえた、仲間が俺を導く。燃え上がれ俺のコスモ、今こそ完全燃焼。俺のコスモよ、燃え上がれ。ビッグバン、流星を超えた彗星、ペガサス彗星。お前たちこそ真のセイント、アテナを守る者たちだ。さあエリス、これでお前を守るセイントは一人もいなくなったぜ。もう遅いわ。何？まもなく日が沈む。今やアテナは死に、わらわは完全に復活する。苦しめアテナ。なんだこの振動は。わらわの復活を前に、かつてアテナに封印された悪霊、怨霊、横島の者たちがよみがえりつつあるのだ。何？その者たちによって地上は憎悪と怨念に支配された、災いと混乱の世界と化すのだ。そうはさせるか。沙織さんが、ハテナが死ぬ、この地上が邪悪に汚される、そんなことは絶対にさせない。何をするつもりだ、ペガサス。まさか黄金のリンゴを。よかろう、やってみるがいい。ただしもしわずかでも外せば、お前は自らの手でアテナの息の根を止めることになるぞ。せや！そうだ、ペガサス、お前には撃てない。アテナを殺すことになるのだからだ。せや、何をためらっているのです。さあ、勇気を持って矢を射るのです。俺はさっきあんたに助けてもらった。今度は俺があんたを、アテナを助ける番だ。ちょっと待った。危ない危ない。
どうだペガサス、これなら打てまい。もし打てばこの黄金のリンゴを射抜く前にその矢はこのアテナの体を射抜くことになるわ。今日だぞ、正々堂々と戦え。何とでも言え。もうすぐ日が沈む。そうすれば世界は我らわのもの。黄金を射抜く。将軍、今だ。貴様、貴様を蘇らせたのは我らだぞ。その我らを裏切るというのか。裏切るだと、とんでもない。オリオン星座のジャガーは元よりアテナのセイントだ。貴様に寝返ったりなどするものか。何？ジャガー、あなたはブロンズセイントたちよ。こうしてエリスに生み返させられたとはいえ、俺はアテナへの忠誠を忘れることはなかった。だったらなぜ俺たちの前に立ち塞がった。五感を超えるコスモを持たぬお前たちにエリスを倒すことはできない。そしてエリスに命を握られている私は反逆の意図を知られれば再び地獄へ落とされてしまう。話せ話せ。だからペガサス、お前にかけたんだ。マヤの毒によって五感を失ったお前なら、仲間と熱い友情で結ばれたお前たちならきっとゴールドクロスに認められるコスモを手にすることができると。そうだったのか。ジャガー、あなたはやっぱりかつて最強のセイントと呼ばれた男、そして僕たちの仲間です。さあペガサス、矢を放てエリスを、黄金のリングを射抜くんだ。しかし、そしたらあんたも。どちらにしろエリスが消滅すれば私の魂も冥界に戻る。構わずに撃て。おのれ、その前にお前だけ冥界に戻してくれる。ペガサス、急げ。セイヤ、セイヤ、今こそジャガーを、世界を救うのです。黄金の矢よ、悪しき者を射抜け。やめろペガサス、やめろ、やめろ。はぁ、ありがとう、ペガサス。悪しき者から魂を解放してくれた。そして、アテナ。あの時私に石膏を命じていただき、ありがとうございます。ジャガ、あれは私でなければできなかった使命。恥じるべきは達成できずに地に伏したこと。にもかかわらずあなたは私のために涙を流してくださった。ジャガ、ありがとうございました。その一言だけが言いたかった。そして、うわぁ、アテナを君たちに託す。ヒュン、ありがとう。ジャガ、あんたこそ真の勇者だぜ。ここはヘリーちゃん、ヘリーちゃん、ヘリーちゃん、皆さんありがとうございました。助けてくださったんですね。よかった、無事だったんだね。何があったのか
覚えているのかい？はい、皆さんの声はずっと聞こえていたんです。私やっと分かりました。皆さんは本当にこの世を守るアテナとそのセイントたちだったんですね。やっと分かったか。一気氷河紫龍俊聖夜、ご苦労様でした。そしてありがとう。ありがとう、助けに来てくれて。ありがとう、世界救ってくれて。ありがとう、勇気届けてくれて。ありがとう、笑顔分けてくれて。ありがとう、希望を与えてくれて。ありがとう、そばにいてくれて。ありがとう、信じてくれて。私のセイントたちは戦い続けます。人々の心に希望という名の命の炎が燃え続ける限り。きらめくセイザーは我らの定めの証。
けに輝く星座は我らの未来の証し、トリンクの声を超えてコスモの光が明日照らす。
まずは本日はご来場いただきありがとうございます。今の公演で無事ミュージカルスーパーミュージカルセイントセイヤ千秋楽を迎えることができました。本当にありがとうございます。このセイントセイヤという作品は本当に日本を超えて全世界で愛されていて、そのキャラクターの素晴らしさ、その中にある愛や絆、友情、そして美しさ、人間の葛藤、すごく深い作品で、僕たちはその原作のちゃんとした思いをここに込めて板の上に立ちました。皆さん楽しんでいただけましたか？ありがとうございます。本当に今この日本は非常に大変な時期で、このセイントセイヤという作品を通して諦めない力、そういう前に向く力を僕らはもらいました。今朝もすごく大きな地震が東北の方であって、多分そちらの地方の人はすごくまた不安な気持ちになっていると思います。でもこうやって僕らが何かここで前向きな力を出して、そして最後の歌にもあるんですけど、一人一人は小さいけれどみんながつながれば地球だって包めるんだっていう歌詞があって、もうすごく本当にそうだと思って、少しの思いでいろんなことが変わると思います。だからそんな思いが皆さんに届いて、皆さんからまた誰かにこの気持ちがつながればいいと思います。本当にこのセイントセイヤという作品に関われて、僕も多分全キャストもすごく熱い気持ちですごく幸せだと思います。そしてですね、このセイントセイヤ、僕らの本当に指揮を取ってくれて、この原作を本当に愛してその素晴らしさを表現してくれた演出家の茅野勇さんをちょっと壇上の方に呼びたいと思います。茅野さん。マイクがないんでちょっと大きな声で、本当に何も知らないです。ない何も知らないです。素晴らしい原作との出会い、そして素晴らしい仲間との出会い、そして何よりもこうしてお集まりになってくださっている素晴らしいお客様との出会い、感謝しています。できたら原作と同じようにこの作品が、舞台が長きにわたって、また日本だけでなくいろんな国の方々に楽しんでいただけるような作品に成長するように、僕も仲間も一緒にこれから頑張ってまいります。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。本当に茅野さんがいなければこの舞台ありません。もう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございます。本当にたくさんの思いの詰まった作品です。このセイントセイヤ、また皆さんの前に戻ってこれるように、僕ら個人としても、そしてセイントセイヤファンとしても頑張っていきますので、これからもスーパーミュージカルセイントセイヤよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。公演プログラムなどを販売いたしております。ご参照の
ご来場いただきましてありがとうございました。拍手をもらえて今本当に幸せです。原作をみんなが愛してすごく愛されている原作をちゃんと愛して、そしてこの聖闘士星矢への思いを強く持って板の上に立って本当に良かったと思います。絶対にこの気持ちを忘れないで、またぜひ皆さんの前に僕らは戻ってきます。約束します。本日はどうもありがとうございました。